どうもこんにちは、今回はですねキャンプギアについて、お話ししたいなと思うんですけども、ちょっとですねIKEAに行ってこんなものを購入してきました。まあ別にですね新商品ってわけじゃないんで、まあ見たことある方いらっしゃると思うんですが、これねシューズラックです。シューズラックをねなんで買ってるのよという話なんですけども、キャンプやる方はね結構わかると思うんですけども、テーブル、まあ何をするにもねテーブルって用意すると思います。でなんでねこのシューズラック買ったのかっていうとですね、まあこれシューズラックなんですが、キャンプギアのね収納棚としても使えるという情報をですね、まあいろんなところで見ます。なので、IKEAに行くね機会がありましたので、これを購入してきたという感じになっております。でねテーブルとかでいいじゃんっていう話になるかもしれないんですが、まあ、ちょっとテーブル出してみますね。はい、ちょっとねテーブル出してみました。僕が使ってるテーブル類この辺になるんですけども、このねテーブルはテーブルでいいんですが、ちょっと使いづらいところとしてこの横にしかね物が置けないっていうところがあります。まあ、最初は綺麗なもんなんですが、時間が経っていくにつれてですね、なんかこの辺が物でいっぱいになってしまうというのがよくある悩みなんじゃないでしょうか。まあ、例えばですけど、まあ、こういうふうに出していったとしましょうよ。まあ、適当に並べてるだけなんですが、結構ね場所取るでしょこれ。まあ、これがね別に荷物が多い人の荷物ではないと思います。もっとね荷物多い人はもっとあると思うんですが、まあ、そんなに多くない荷物でもですねこんな感じでテーブルの上ってねすぐいっぱいになっちゃうんですよね。でこれなぜかというと横にね展開してるからだと思います。荷物がどんどん横に広がっていくのでどんどん狭くなっていくと。なのでやっぱり荷物はですねこう縦に収納できるのが一番いいかなと思ったりします。ということでちょっとねこのラック、シューズラックなんですが、物をね乗せていってみましょう。こんな感じでですねこう縦に積んでいけば結構荷物入りますよね。テーブルでですね横に広げて狭くなるよりは幾分かマシになったんじゃないかなと思います。まあ、これ一番下も空いてますしね、入れようと思えば一番下も入るかなという感じです。まあ、ダイソーとかにもですね似たようなもの売られてたりとかするかもしれないんですが、やっぱりね強度が違うかなという感じがします。足はこんな感じになってまして、こう引っ張って折りたたむっていうねよくあるやつなんですけども、ここもねなんか結構しっかりしてるんですよ。分厚いというか、まあ100均とかで買うのとはね全然違った頑丈な作りをしてるんじゃないかなと思います。でこれ今2段にしてますけど、一応ね3段までいけるらしいです。3段までいけるらしいんだけど、どうなんだろうな。3段ちょっと置いてみますよ。3段までいけるってじゃあいけるかもしんないけど、なんかそこまでしなくてもって感じがするな。3段あまあでも3段ありっちゃありなのかな。そうですね、この一番下今何もね入れてませんけども、一番下を1段と考えて 1,2,3 で使うのか、ここから 1,2,3 で使うのかっていう感じだと思うんだけど、まあ、この辺の使い勝手に関しては、どういったテーブルを使うか、このテーブルの高さがねどれぐらいなのかとかによって、まあ、使い勝手って変わってくると思うんですが、そうだな、地べたスタイルであれば、まあ、それこそ1段2段をこう横につなげるとか、まあ、ヘリノックスみたいな椅子に座って、まあ、そうだなこれぐらいのテーブルでやるんであれば、まあ、3段ぐらいでもいいのかもしれません。で確かねこれね1個ね399円とかだったのかな、1個400円ぐらいなのでだいぶ安いんですよね。サイズとしては 58×27×17 って書いてあるんで、これ多分センチでしょうね。60センチもあんのかなこれ。まあ、でもそれぐらいあるかもな。で、お値段が399円ということで、今回ね僕はこれ4つ買いました。こういったラックが欲しくなるときってね、まあソロキャンプでも欲しくなります。荷物を整理したいとかね、そういうときに欲しくはなるんですけども、一番欲しくなるのはねやっぱファミリーキャンプなんですよね。
どうしてもね荷物が多くなってしまうっていうのと、ファミリーキャンプやったことある方ならね、こう例えばテーブルとかがもう時間が経つにつれて本当にぐちゃぐちゃになっていくっていう光景はね、何回も経験されてると思うんですが、こういうラックとかがあると、まあ、この中でね整理ができるので、あのテーブルとかはねかなり広々使えると思います。なのでまあファミリーキャンプだったらこれが今 1,2,3 で重ねてますけど、 1,2,3 のラックがもう1個もしくはもう1個、このラックがシューズラックが9個ぐらいあっても僕はね持て余したりしないんじゃないかなと思いますね。まあ、しかも1個399円なんで9個買ってもまあ4000円しないでしょうと考えると、これはかなり買いかなと思います。ただやっぱりそのすごい頑丈にできてるわけではないので、やっぱりシューズラックなので、まあそんなに重たいものは乗せられないとは思いますけどね。ただこういうね軽いけどかさばるものっていうのがかなりね多いですよね、キャンプギアっていうのは。だからいつも収納とかに困ったりするんですが、まあこの値段ならねやっぱ買いだと思うな。確かに人気があるのはうなずけるなと思います。で重ね方なんですが、今ここにありますよね。でこれただ乗っけてるわけではなくて、こんな感じでかっちりとはまります。あと色はですね、なんて言えばいいだろう、シルバーグレーっていうのかな、まあ、黒ではないですね、黒ではない、濃いグレーみたいな感じになってます。ただまあこういう色合いなんで、やっぱりねそのキャンプギアと相性がいいなと思います。まあ、欠点としてはですね、 IKEA があんまりないってところかな。今回ですね奈良県に行く用事があったんで、あついでに IKEA 行こうかって感じで IKEA 寄ってきたんですけど、そうでもしない限りはなかなか IKEA 寄ることないので、まあ、IKEA が近くにある方は、まあ、買いやすいとは思うけど、僕みたいに IKEA が近くにないと買いにくいのかな。やっぱりわざわざこれ買いに行こうって思わないですからね、399円のために。まあ、今回はですねこの IKEA のシューズラックってことで、ご紹介したんですが、この手の類のもの、この手の類のものっていうのは、まあ、IKEA じゃなくてもねあると思うんですよ。まあ、この IKEA のものはね作りがしっかりしてて、まあ、キャンプギアとして素晴らしいなというのはあるんですが、もうちょっと高いかもしれないけど、似たような感じで使えるというものあると思いますので、こういうものを探してみてはいかがでしょうか。で今回こういうものを紹介したのはですね、やっぱり先日もねキャンプしたんですよ。で先日キャンプしまして、3人でキャンプしたんですが、やっぱりねテーブルしか持っていかないと荷物が多くてね、テーブルの上が荷物でパンパンになってしまって、もうなんていうんだろう、置き場がないっていうことにねやっぱりなります。やっぱりね収納ラックって大事だなと前回思いました。なので今回はね、こういったラックをご紹介させていただいております。まあまあそんなねこの IKEA のラック、新商品でも何でもないし目新しいものではないとは思います。目新しいものではないんだけど、こういうものがあるのとないのとでは快適さっていうのがね全然違いますんで、何かしらのですね参考にしていただければなと思います。ということで今回は IKEA のシューズラックをご紹介しました。それでは